皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、制約の出口に近いところの選択肢を増やすというお話をしたいと思います。制約の出口っていうところはですね、まあもう お申し込みになるんですけれども、そのお申し込み方法を増やすだけで制約率が上がるという話があります。具体的に言うと、例えば従来は、まあ、ホームページが軸であれば、当然ホームページの中の申し込みフォーム、ここがまあ最終的に申し込んでほしい場所なんですよ。だけれども今だとインスタグラムとかで集客をする方とかもいらっしゃいますので、インスタグラムのダイレクトメッセージでそのまま申し込みを受けちゃうというケースもありますし、あとは YouTube とかもコメント欄とか問い合わせから直接受けてしまうというケースもあったりとか、あとは Facebook もメッセンジャーとかが機能してますので、メッセンジャーから直接予約を受けちゃうとか、あとはもっと簡単なあれで言うと LINE アットですね。 LINE アットで、 LINE 皆さん結構やられてますので、そこから1対1のトークでお問い合わせをいただくとか、今すごくですね、多種多様な受付ができるアイテムが揃っていて、でどちらかというとやはりスマホ寄りのものの方が受けがいいですよね。簡単ですぐに申し込みしやすいから。だから申し込みができるその制約の、選択をお客様がこのデバイスでやりたいって言った時にはそれでできるっていう状態を持っておくっていうのが今の主流の申し込みの受け付け方だから、受ける側は大変なんですよ。ホームページだけじゃなくて、ブログからも来るし、 Facebook からも来て、インスタからも来て、 LINE アットからも来るとかっていうので大変なんですけれども、経路をいっぱい持つといろんなところにいる生徒さんの属性と種類の方たちが、違う方たちがそこにいるので、結果としては制約がしやすくなるから、自分がそれを受ける面倒くささを自分が享受するのであれば申し込み確率は上がります。それは間違いないですね。申し込みしやすいデバイスを用意してあげる、方法を用意してあげるっていうのがまずその1です。で、それと同様に申し込みをするお金ですね、振り込みのお金の形も、まあ、クレジットがあったりとか、高額の商品だとやはり分割払いがあったりとか、その支払い方のバリエーションも増やしておくとお客様は選びやすいというのはあると思います。ただ私の経験値上ですね、銀行口座の受付はあまり増やすと、経理の処理は結構大変ですよね。だから私メインバンクは一つで三井住友にしてるんですけれども、代表の方はですね、だからお客様にとってもちろんそれじゃないところからすると、もっと口座はね、いろんなとこ作ってほしいっていうのはあるのは理解できてるんですが、後で 毎月まとめるのが大変なんですよ。なんでここはちょっと広げるわけにはいかないなと思いつつ、クレジットとかそういう選択肢が払える選択肢を増やすっていうのは努力はしています。ただどうでしょうかね、振り込みベースで言うと普通に銀行振り込みの方が多いように思いますけれども、まあ当日現金のねやられてる先生もいらっしゃると思うんですが、確かに選択肢として現金があるのは生徒さんにとってはね嬉しいんですけれども、当日までお金が入らないっていうことはいつでもキャンセルできるってい こうちょっと気持ちの緩さを作ってしまうところもあるので、現金で集金している先生のところの生徒さんは振り込みで、申し込みをしている教室よりも、当日ドタキャンとか2日前とか3日前とか割とキンキンで、今からもう集客できないよっていう時にキャンセルされるケースが多いなっていうのがデータベースでありますね。申し込む側の真剣度が違うんでしょうね、おそらく。なので私は事前振り込みをおすすめしています。私自身の教室もそうでした。基本的には振り替えで対応するので、返金がない形、天変地異は別ですけれどもね、そんなルールにしてました。なので
まとめますと、お客様が申し込みをしやすいように申し込み方法のデバイスをいっぱいにしていく。で、支払い方も何種類かバリエーションを持つと、それだけで成約率が上がっていくというお話でした。今一つしか方法を持ってない方はご検討してみてください。それでは。